新経阪鉄道 P-6 系電車は、阪急京都線の前身となる新経阪鉄道が1927年から1929年にかけて導入した電車である。新経阪鉄道当初の形式称号 P-6 のほか、形式記号を付与した京阪電気鉄道時代の D100、京阪神急行電鉄発足後の1 0 0系、1 0 0系の名でも呼ばれる。 戦前、大阪、京都府境の大山崎付近における新京阪線と国鉄東海道本線の並行区間において国鉄の特急列車、円を追い抜いたというエピソードがあり、鉄道ファンからは伝説しされている。淀川西岸に京阪間のバイパス路線を計画していた京阪電機、鉄道は1918年に取得した軌道特許を1922年に 地方鉄道法による免許に改め、子会社として神経阪鉄道を設立した。神経阪の本線の線路は高規格なものとなり、最小曲線半径600メートル、最大勾配10パーミルで、直線主体の線形。線路は1435ミリメートル標準機で、レールはアメリカ合衆国製の50キログラム毎メートル相当の重機場が採用された。 頻発運転の各駅停車を高速運転の特急が追い抜く構想から多数の駅で対比線を設ける余地を持っていた。この本線の開業に合わせて1927年に日本初の本格的長距離高速電車となる P-6 が登場した。P-6 は1928年1月の淡路高槻長官の開業に備えて投入され、 1929年までに73両が製造された。P-6 の故障は P-5 に続くもので、P はパッセンジャーカーに由来するものとされている。アメリカ合衆国のインターアバン町の風防の19メートル級大型車体に、電車用では大容量の200馬力級手電動機を、そうか、最高速度時速120キロメートルでの運転が可能であり、 東洋一の電車とも称された。P-6 は、当時の技術の域を結集して製造され、長距離高速電車の草分けとなった。同時期には、半和電気鉄道の模様100系、三宮急行電鉄の2200系、南海鉄道の模波301系、鉄道省の模波42系などが登場している。19メートル級広幅に扉の両運転台、車体である。 設計寸法は、ヤードポンド法に準拠しており、初期の図面は、英語で記載されていた。寸法は、車体長60フィート、車体幅9フィート2インチとなる。車端部に便所を設置し、P-6 を上回る、車体長66フィート級車の計画図も存在した。車体は、直線基調のリベット組み立て車体であり、台枠は、魚服台枠を用いている。 設計に際しては、アメリカへの視察を行い参考にされた。全構成車と半構成車があり、製造所の違いも含めて、リベットの配列や、屋根隅の R に差が見られる。全構成車は、屋根までリベット打ちの後半張り、半構成車は、屋根が木製防水キャンバス張りに変更されている。心臓時の扉配置は、電動車、制御車どもに、 D1D10D1D で、車体は、ほぼ完全に共通設計であった。構えからだは、構成車では、台枠の上に柱を立てる設計が後に、一般化したが、P-6 は、台枠の側面に柱を立たせる木造車の手法を、用いた。このため柱を固定するガセットが多く、外反と、車内化粧板の間の空間には、埋め木もある。 車体だけでも35トンの重量となり、小弱工場のクレーンもこの重量を意識して設計されている。特に全構成電動車は自長52トンの超重量に達したが、公式には全構成、半構成車ともに自長41.66トンとして認可されている。P-6 で確立した19メートル級車体は、半級では第二次世界大戦後の710系。 810系において参戦統一車体寸法として採用された。伝送品には主として東洋電気製造製の国産機器が装備された。東洋電気製造はイングリッシュエレクトリック社と提携してイギリス系の技術を積極的に導入し、軽販向けにも EE い社いいい製品のデッドコピー品を中心に様々な機器を納入していた。P-6 では 東洋電気製造の製品としては、当時の最上位に位置付けられる、高級品が多用された。主電動機は、定格出力200馬力の東洋電気 TDK-527 型、波数比は2.346であった。制御機は、東洋電気製造製 ES-504 型で、制御段数が9段の電動化無軸式である。 高速走行に備え開示接触機を制御機に搭載、弱め開示制御に対応している。台車は、汽車製造製で、ボールドウィン AA 型台車類似のビルドアップイコライザー台車である。AAB の2種が存在し、台車枠の形状が異なっている。A 型には、AA 型と AB 型の2種があり、合計3種が存在した。1929年10月。 122.501の2両で、ブリル車製の 27MCB-4X 台車が使用された。日本に輸入されたブリル台車としては、最大級のもので、乗り心地には、定評があった。日本成功所のライセンス製品で、基礎ブレーキが、原型の内側片押し式から両、抱き式に改造されている。晩年は、付随台車となったが、 二両分の台車は、廃車時まで使用された。121.502の二両は、ローラーベアリング付き台車を使用したが、早い時期に取り外されている。自動空気ブレーキは、アメリカのウエスティングハウスエアブレーキ車製の U-5、自在弁を採用した。ブレーキ機構に、空気圧を供給する、エアコンプレッサーは、心臓時には、U 弁にとっての純正部品である。 ウェスティングハウスエレクトリック車製 D-3 回が採用された。戦後は一部が日本エアーブレーキ製の D-3 回や D-3N、あるいは東芝製 RCP-78B、D などに交換されている。終電装置は東洋電気製造の TDKD 型で、電車には珍しい空気上昇式である。機品車を除いた電動車。 制御車の前車に搭載され、奇数車が大阪宿り機、偶数車が京都宿り機に設置された。絶縁外資は春工当初横型を採用していたが、早い時期に縦型に変更されている。また、屋根上には高圧引き通し母船が設けられ、端部には母船連結器が設置された。主回路を母船で結ぶことで、 制御者のパンタグラフから電動車への供給も可能としている。正面には独特の干渉機付けホロが設けられた。当初は未設置の車両もあったが、1934年頃までに全車に設置されたとされる。ホロ枠の結合作業が不要なことから、新京阪では特に、淡路駅における増解決作業の省力化に威力を発揮した。 ホロ上部の板バネと下部のコイルバネは、ホロ同士の押し付け用のもので、連結機の干渉機としては機能していない。自動連結機は、アメリカ合衆国のマルコ式を採用した。全車両にドアエンジン駆動の自動扉が設置されており、開閉時になるブザーも設けられた。主電動機の逆機電力を検知して、走行中の回避を防止する装置も設けられた。 運転室仕切り扉上の幕板部には、電動幕式の駅名表示器が設けられた。左に、次は、中央に自駅名、右に、ですと黒字に白文字で書かれており、自駅名幕は、小型モーターで巻き取る方式であった。1930年から1931年頃に、設置されたが、1934年に使用を、停止したと推定される。 全照灯は、独立した灯具に格納して、屋根中央に一刀を搭載された。標識灯は、つまめんの車掌台側全面相庫に、小糸式人を一気設置、フィルターの回転で赤、青、無色への転職が可能であった。13淡路千里山間の区間運用時は、緑色を転倒しており、戦後の法令で、全部標識灯に、白色以外の具点灯具転倒が禁じられるまで使用された。 初期車 P-6A110 備車 P-6B126 機品車1両を含めた73両が、汽車製造、日本車両製造、川崎造船所、田中車両で製造された。P-6 は、路線距離に対して、車両数が多く、半和電気鉄道は、羽衣支線含む、路線長 63km に48両、三宮急行電鉄は、 桜井宇治山玉 96.1km に57両を投入したのに対し、新京阪は 50.7km に72両が用意された。1927年から1928年製造の一時車は全構成で、電動車は101から110、111から120の20両、付随車は501から510の10両の計30両が製造された。 一時車は P-6A と称し、付随車は T-1 とも呼ばれた。座席は全車セミクロスシートで防寒防音を目的に二重窓を設置した。1928年製造の二次車は反抗生となり、側窓も一重窓に変更、座席も制御車、付随車はロングシートとされた。電動車は121から133の13両。 制御車は511から521の11両、付随車は522から526の6両、計29両が製造された。二次車は P-6B と呼ばれ、制御車は付随車孔、付随車は付随車オ付随車を総称した T-2 との呼び方もあった。製造は121から126.511から519が、 日本車両製造本店127から129.520から522が、汽車製造東京支店130から133.523から526を大阪の田中車両がそれぞれ担当した。同時期に、貴品車の500号を製造、付随車オッツは1929年7月に制御車に改造されている。 1929年製造の三次車は P-6B の増備で、付随車の527から529、530から539の計13両である。これにより、貴品車含む総数73両が出揃った。三次車の進行と、同時期、製造後1年に満たない制御車の501から 510? が電動車に改造され134から143に改版された。制御車の空き版は530から539から2代目501から510への改版により埋められている。この時点で、電動車は101から143、付随車は501から529となる。1928年に昭和天皇の御体験が、 京都五所を中心に行われるのに合わせ、中間付随車として、寄品車の500号が、川崎車両で製造された。P-6 の二次車と、同時期に製造され、品格輸送に使用された。車体寸法は、ヤードポンド法の P-6 に合わせながらも、メートル法で設計された。車体はリベットがなく、高褐色に塗られていた。車内は、京都よりから随印室、玄関。 気品室、化粧室、休憩室に分かれていた。気品室の定員は6人で、ソファーが並びスコッチウールの絨毯が敷き詰められ、ダミーの代理石製マントルピース上には黒田キヨテルの嵐京が掲げられた。トイレは洋式、調理室には電気コンロを完備していた。記録の残る1933年以降、 運転回数は二十数回に止まり、通常は小弱車庫にてカバーを被せた状態で保管されていた。500号の寄品車としての最後の使用は、戦時中の1944年11月3日に当時の中日ドイツ大使であったハインリヒゲオルクスターマー乗車の際の特別列車であった。戦後はカツ車庫に移動してそのまま保管が続けられた。 1929年に三次社の竣工届を鉄道省に提出した際、電動車と付随車を区分する称号を付与するよう紹介を受けた。神経班はこれを受けて1929年6月に形式記号を制定し、P-6 では電動車に、で、制御車及び付随車には、不意、貴品車には、吹きの記号が付与された。 京阪合併後の形式称号はそれぞれ、零1 0 0不意500、不規500となっている。P-4P-5 型では、電動車に、レイロ、制御車には、風呂が制定されている。1937年製造の200系以降は、記号が付されていない。京阪分離後の1950年4月、新法線車両との車番の重複解消のため、 付随者の500型は1500型に解消、改版された。P-6 は、国鉄の東海道本線と並走する、大山崎付近で、国鉄特急、円を追い抜いたという逸話があり、P-6 の俊足ぶりを象徴する存在として、鉄道ファンの間で伝説しされている。新京阪線では、京阪間直通客の誘客に力が注がれ、 1930年代前半の、京阪の株式年間には、円より早い、京阪特急生4分。1933年の、路線図には、円より早い特急行34分京阪電車、というフレーズが記載されている。大山崎付近で新京阪の P-6 が、急行が、国鉄特急、桜を追い越す光景は、複数の記録があり、 高田高尾は1934年7月に特急、桜の車内から追い越してゆく神経反線急行を撮影。西尾勝三郎は神経反線急行から特急、桜の編成後部から順に、先頭の機関車まで追い越してゆく光景を撮影している。神経反の最速列車、超特急が、縁を追い抜いたとも言われているが、当時の上り、縁の大阪発車は13時。 当時の新京阪の超特急は朝夕混雑時のみ6往復の運転であり、両者の並走区間での演出はなかったとみられている。円の走行時間帯に新京阪線を走っていたのは、天神橋京阪京都間所要38分の急行であった。また、東海道本線大阪京都間の距離は、新京阪線の天神橋京阪京都間よりも若干長く、 1934年改正以降の円の軽半間の所要時間は超特急と同じ34分であり、平均速度の面で神経半線の超特急を上回っていたことが判明している。なお、先に挙げられた西尾勝三郎は1935年に神経半線急行と並走する円の写真を撮影しているが、この一連の写真でも円を追い越すには至っていない。 従って、大阪京都間を、所定34分から36分で走破する、縁より、実際の所要は遅く、大山崎で抜き去った後、両線の線路が離れた後は、円より遅いスピードで走行していたようである。あくまで偶然、国鉄列車と並行した場合に、臨機応変のデモンストレーションとして、追い抜きを見せていたとおぼしい。当時、サイに住んでいた男性の回想として、 大山崎駅から上り電車に乗った際に、後方から上り、円が接近すると運転士が、ボン、ツバメと競争してやろうかと話して、ノッチを上げ、しばらく並走した後抜くかというタイミングで線路が離れたという証言が残されている。とはいえ、本形式の性能そのものは非常に高く、1928年の試運転時には、市重を搭載した状態で、 天神橋、西院間の約 40km を27分で走破した、との証言も残されている。ここから、おそらくは、隠れ車種別とも、車両性能に比して、相当な余裕を持たせたダイヤ編成であり、作為的に追い越しを演出することが容易な状況にあったことが、推察される。これらの事実から、この逸話は、史実と見て差し支えないと思われる。 新京阪鉄道は開業以来利用者が伸びず、不況の影響による経営難から1930年に京阪電鉄本体に九州合併され、同社の新京阪線となった。1943年には京阪と阪神急行電鉄との戦時合併で京阪神急行電鉄の路線となった。1949年12月に、 京阪新旧港から京阪本線系統が京阪電気鉄道として再分離された際、旧新京阪線は阪急の路線として残った。輸送需要に応じた単行運転や折り返し列車の設定などに伴い、両運転台の電動車が不足したため、1933年に制御車524から529が不随車化され運転台機器を供出。 変運転台の電動車128から133が両運転台化された。運転台機器を供出した524から529は一時休車となった後、1937年に制御車の522.523と共に両運転台で電装化され、144から151に改造された。この8両は PE-6C と呼ばれ、 従来の P-6AB と、主電動機の定格回転数と波数比が異なるが、並結運用は可能である。P-6C の主電動機は、東洋電気製造 TDK-537A で、定格回転数は527型よりも低くなり、波数比も従来の2.346に対し2.103となった。主制御機は、 改良型の東洋電気製造 ES-516A で、機能的には ES-504A と同等であるが、一部部品が当時の国鉄製式品と同等となり、保守や部品調達の容易化が図られている。運転台の主管制御機は弱め返時段が追加され、従来は並列最終段まで診断した後に自動で弱め返時段へ診断していたが、 明治的に弱めかい時段へ診断可能とした。1937年の時点で、電動車は101から151の51両、制御車が501から521の21両、寄品車500の1両の体制となり、電動車が最も多い時代となった。この頃には塗り分け塗装も施行され、117では窓周りが黄色、またはクリーム色。 腰回りをマルーン、または灰色としていた。戦時中は、クロスシート車のロングシート化改造が行われた。1943年、千里山専用として300型が、登場、301から305の5両が製造された。戦時中の資材不足から未伝送で、出場、100型に、平結の制御付随車として、普通列車に運用された。 車体は16メートル級の半高性で、張り上げ屋根、半流線型の形状である。両運転台構造であったが、運転機器は京都型にのみ設けられた。計画では、本線の P-6 並みの長車体であったが、資材不足から単車体とされたとの推測もある。台車は、記車製造製、K18、自動空気ブレーキは赤ブレーキで、新京阪線系統では、 初の営動車弁使用者となっている。1950年4月、新方線車両との車番重複解消のため1300系線3 0 1から1 3 0号へ、改番後に大阪寄りに P-6 方式のホロを設置した。1957年には中間付随車に改造され、700系の中間車750型として転用されている。 梅田乗り入れの急行線1943年10月1日、阪神急行電鉄と京阪電気鉄道の合併により京阪神急行電鉄が発足した。翌1944年4月8日より、新京阪車両の梅田駅への直通運転が開始された。対象者は101から124と501から512の36両である。13梅田館は、 河川電圧600ボルトの宝塚線の線路に乗り入れるため、電動発電機の分巻き械除を弱めて100ボルトを確保、扉の靴すりを削り、車腹を縮小、連結器高さの低い宝塚線車両との連結を考慮して、連結器の肘を下部に延長するなど対策を行った。乗り入れ対象商には、運転台窓の上角に根地に白文字の、自家を丸で囲んだラベルを貼っており、 関係者は、マルチョクと呼んでいた。主回路構成は1500ボルト仕様のままとされたため、600ボルト区間では、極端な電圧低下状態となって、走行性能が著しく低下し、また補機も、規定電圧の半分以下で動作したためブレーキの操作に制約が生じるなど、保安上の不安も大きかった。1945年6月8日、 105.509の2両が乗り入れ区間の新淀川橋梁場で空襲により被災、直通運転は中断された。2両は1948年に川崎車両で復旧、屋根は骨の張りとなり、箱型通風機を搭載した。509は大阪寄りに客室を延長。105は方向転換を行い偶数車並みとなった。 戦後の1948年8月11日、梅田駅への直通運転を再開した。電動発電機と空気圧縮機を副電圧対応品に交換、電圧転換機の設置により、補助電源回路を切り替え、空気圧を確保して保安に万全を期した。乗り入れ対応車は101から144の44両で、145から151の7両は、 対象外となった。戦時中の直通運転時より安定したが、主回路は主制御器のカム軸を改造あるいは交換して、自家並列切り替えを行う必要から1 5 0 0ト仕様のままとされ、13梅田間では主電動機の端子電圧が定格の半分以下となったため速度が上がらず、苦しい運転であったという。 1969年8月の宝塚線の1500ボルトへの昇圧に伴い、電圧転換機は1969年9月から12月にかけて、順次撤去、1500ボルト専用に復帰した。更新、変運転代下後の1321948年から1953年にかけて、電動車を対象に20年更新工事が施行された。 最初の思行車は116である。奇数車は方向転換が行われ、偶数車向きに統一された。方向転換の作業は、当初は神戸線の西宮北口駅まで改装し、今津線と連絡する Y 線を利用して行われた。その後は、小弱車庫の22番線を一時撤去し、心ざらぶが360度旋回する特殊な仮台車を装着の上、台車を 前方から20番線と分岐線の順に片方ずつ進入させ、先に進入させた20番線の前側、分岐線の後ろ側の順で引き出す手順により行われた。全構成者のうち132.13842及び半構成者で131.133146.149を除く各社は、京都よりに客室の延長を行い、 変運転台車となった。車両番号表記は、ペンキ書きの計8箇所から、切り抜きの計4箇所に変更、標識等は、幕タブに固定された。また、混雑時の換気能力改善を目的に、通風機がグローブ型に変更されており、更新対象会社も含めた全車に施行された。電動車の台車枠は、戦後に更新工事が実施され、 中高組立式に改造された。対象は、住友金属工業の KS-33 系が12両分、汽車製造は1次が12両分、2次が15両分の27両分である。電動車からは、優先的に A 型が改造され、消滅、一部で B 型が残った。1953年の汽車製造2次改造台車は、揺れ枕が、コイルバネになり、 ボルスタ安価の追加が可能で乗り心地も向上したが、4両分のみの試行となった。未改造は、A 型が11両、AB 型の10両、B 型11両、ブリル台車の2両の、計34両となる。自長についても、二0に近い数値に変更、訂正された。全構成車は、両運転台車が52.4トン、変運転台車が52.0トン、 半行生車は、両運転台車が51.4トン、変運転台車が51.0トンとなった。1954年には、主電動機の更新も行われた。国士が続いた、主電動機は、ベアリングの整備が十分でない状態で、高速運転を繰り返した結果、ケースに変形や歪みが生じたという。貴賓車の500号は、1949年2月に、 一般車に改装された。天井と壁面は、貴賓車仕様のまま残され、側扉を増設、扉間を、クロスシートとした。1950年のアメリカ博覧会開催の際には、宣伝のため、黄色とマルーンの2色で塗装された。また、同年4月1日付で1500号に改版された。1959年の車体更新工事では、ロングシート化、 乗務員扉の撤去と妻窓の設置、内装の全金属化を行い、貴賓車の面影は消滅した。次長は35.0トンとなった。廃車は1971年11月で110号車と共に最初の解体車両となった。なお、車内装飾や椅子など、貴賓車時代の部品の一部は保管され、宝塚電車館で一時期展示されていた。 1949年、P-6 の中間付随車として550型が登場。551から555の5両が、何わ後期で製造された。1950年4月、新方線車両との車番重複解消で1550、計1551から1555に改版されている。車体寸法は、平結相手の100型と、ほぼ同寸であるが、 車体長がやや短くなった。貫通ホロは P-6 e の方式であるが、車体は半身急行スタイルの一段加工窓を採用。窓の下部が高くなり、車体裾は低くなった。窓の高さが揃わず、編成日を損ねるとして、ファンからの評判は良くなかった。台車はウィングバネ式の中高台車で、住友金属製の FS3 を採用し、 乗り心地は向上している。ブレーキは台車シリンダーのため、自動空気ブレーキは中継弁付きの ATA-R ブレーキとなった。廃車は P-6 と同時期で1971年から1972年にかけて5両前車が廃車となった。FS3 台車は新宝線1 2 0 0系の1 2 5 0系1 2 5 3から1257。 に流用されている。1950年10月1日の天神橋京都間特急の復活に際し、100系の115から117、1511、1513、1514の6両が特急用に整備された。車内は、クロスシートを配置、塗装は窓周りがオレンジ、腰周りがマルーン、倉庫の帯と屋根を銀色とした。 主電動機は710系用の TDK536 型を先行使用した。塗装は1年後にマルーン一色で窓の上下に銀体を這いすのみとなったが、後に帯も消えて一般車と同等になっている。1951年により主制御機の換装も行われ、当初は制御段数13段の ES-553、1959年には、 直列11段、並列10段の ES-559 が採用された。主制御機の乾燥は、梅田乗り入れ可能な101から130、132から144と147に実施され、残りの車両は対象外となった。P-6 の加速度は、時速 1.8km、S であるが、ES-559 装備車では、 時速 2.0kmS に向上している。制御車にも電動車に準じた更新工事が行われ、偶数車は奇数車向きに方向転換の上で京都型向きの片運転台車となり、大阪寄りに客室を延長してつま引き路を設置した。時長は35.4トンとなった。潜在復旧車の1 5 0 9に続き、 1954年から1958年にかけて施行されている。またこの頃、1955年より、車内照明の蛍光灯火や、天井線の設置が行われ、1959年から1961年には、車内放送装置が設置されるなど、サービスの向上が図られた。1950年には、電動車に、 指定高機予熱暖房装置が設置されたが、1967年までに撤去されている。急行の4電化に伴う電動車の余剰と制御車の不足から、1957年から1960年にかけて電動車の制御車化が進められた。1957年から1958年にかけては131,525,149、 1626、146,527 16、145,528 14の4両で、1960年には144,529で実施され終了した。余剰品は、車体新造車の1600系に流用されている。147は、主制御機の改造が先行実施されたため電動車として残り、131に改版され、空き版を埋めた。 1525は全金属化工事を実施し山どい付きとなり他の1500型でも半数で内張りの金属化が施行された。1529はパンタグラフが下取り落として残されたが後撤去された。1528と1529はカッター運転台の電動車であったため付随車過後に西の宮北口で方向転換した。この時点で 電動車100型は101から143の43両、制御車、付随車1500型は1501から1529と、元気品車1500の30両となり、全廃までこの体制で運用されることになる。1959年から1969年にかけて電動車の配線、配管の更新を主体とする第二次更新工事が施行された。 高圧線が車外を経由するようになり、車内は暖房回路を除き高圧線が一掃された。101から105.110134.136137.138139.141143の12両では、京都よりの運転台撤去と客室延長が行われた。20年更新時に、施行の138.140142とは、 側窓の割付が異なり、101.110以外は、ま引き度も省略された。109.114、115.117、120.124、十3 9 1 4 1から143の重量は、大阪寄りの運転台も撤去し、中間電動車扱いとなった。同時期の1958年からは、長らく未使用であった屋根上小圧引き通し線が、撤去された。 空気上昇式のパンタグラフは、1961年から1966年にかけてバネ上昇式の K1 型に改造された。1960年から1963年にかけて、ホロの改造が実施され、従来の干渉機付きホロから着脱式ホロに交換されている。運転台の視界確保と連結部の雨漏り対策が目的であったが、 表情の変化に対する落胆の声なども少なからず寄せられた。連結器には1961年から1968年にかけてゴム干渉機が取り付けられた。1959年により標識灯の埋め込みが行われ、転職は社内から行う方式となった。改造は全社には及ばず、15両が未施行のまま1965年に中断された。 U-5 自在弁は10両から15両の長大編成対応や重量増、高速化等への適合を実現した。しかし構造が複雑であり、車両数も P-6 のほかは近鉄の一部と半和電鉄、大阪市営地下鉄の計300両ほどと少なく保守部品の調達も困難となった。一方、1928年に日本エアーブレーキ社が開発した A 動作弁は M3 動弁の欠点の改善と U 字材弁の利点を取り込み簡素化したもので幅広く普及した。P-6 では1951年に7両が A 弁に交換され U 弁の部品取りに使用した。残る車両も1961年より A 弁への換装が開始され1964年に全車で完了した。また、 7両編成運用でのブレーキの操作性向上のため電磁球配便を追加した A、e、ブレーキ化を実施した。1550計3両を含む35両が対象で1968年から1969年にかけて7両編成5本を蘇生1971年まで休校に充当された。現場では HSC 方式と比べて AE ブレーキの機器が良くないことは承知の上で、長年苦楽を共にした100型ということで、7両編成としての運用に踏み切ったという。1967年から1969年にかけて自動列車停止装置と列車線別装置が設置された。ATS の導入に伴い、P-6 の最高速度は、制動距離の関係から時速 102km となった。 1969年からは列車無線が100系、1500系の各20両に設置された。両運転台で残った111から113、116の4両は列車無線の設置を見送り、中間車扱いとなった。1930年、新京阪は天神橋、西委員館を34分で結ぶ超特急の運転を開始した。 京阪95の1931年には京阪京都駅までの地下線が延伸開業し、距離も 42.4km となったが34分、運転は維持され、標定速度は時速 73.7km に達した。1934年10月10日より、急行が淡路での分割併合を行い、 京都からの直通による13駅での阪神急行電鉄と連絡が実現した。京阪、阪急合併後の1941年には梅田への乗り入れを開始戦況悪化により直通運転は中断されたが、戦後の1949年に再開された。1950年10月1日に天神橋と京都を36分で結ぶノンストップ特急が復活。 特急化改造を行った P-6 の2両編成3本により充当された。1956年4月16日には、梅田と京都を結ぶノンストップ特急が新設され、同時に天神橋発着の特急は廃止された。主力は710系や1300系であったが、P-6 のクロスシート車も1959年頃まで使用された。 1969年には地下鉄社会筋線と地里線の相互乗り入れが開始され、天神橋駅の廃止と地下鉄の天神橋筋六丁目駅への代替により、不燃化基準に適合しない P-6 は地里線淡路以南への乗り入れが不可能となった。1970年の日本万国博覧会開催に伴う観客輸送では老朽化は 進んでいたものの19メートル級で、収容能力の大きい P-6 も、主力車両として、回帰終了まで充当された。万博終了後も引き続き運用されていたが、1971年4月の事故で被災した105が旧車となり、運用離脱が始まった。続く6月には、阪急発の量産冷房車5100系の京都線への配置により、 本線急行運用から基本的に離脱した。そこで発生した7両編成2本を組み替えて、各駅停車運用に転用した結果、AE ブレーキ紙試行車両にさらに旧車が発生した。1971年11月21日と23日には、P-6 の急行席別列車が運転された。使用編成は、反抗生者132が、 先頭の7両を編成であったが、中間の全構成車108を先頭に出して運転した。以後、本線普通運用や千里線で運用されたが、1972年秋の台風によって京都本線の一部が普通になったのを契機に本線から撤退し、1973年3月の千里線を最後に運用を終了した。P-6 の最終運用は、 梅田北千里館であった。廃車は1971年より開始された。当初は各線区の冷房下率金制のため2000系が京都線に移籍、その後は5300系営の代替により、1973年までに1550系五量を含む全車の廃車が完了した。各車の廃車時期は以下の通りである。 P-6 の全廃から1週間後の1973年4月1日、京阪神急行電鉄は社名を阪急電鉄に改称した。保存車116号116が胴体保存されているほか、101の前頭部、ブリル 27MCB-4X 台車の1台が、小弱工場に保存されている。 1972年に廃車となった116号は、保存にあたって P-6 独特の干渉機付きホロと屋根状の母船連結器の設置、車内のクロスシート化を行い、20年更新当時の仕様で整備された。クロスシートは 710K からの流用品を設置している。当初は胴体保存であったが、後に手電動機を外した状態での生態保存となった。 1988年の900号車復元と並行して116号も大規模な車体修繕が行われている。1996年に行われた調査で胴体復元が可能と判断され、翌1997年の工事により胴体保存に再復元された。小弱工場でのイベント開催時に一般公開されており、 校内運転による乗車体験も実施されている。トップナンバーの101号は、前頭部のみが、心臓時の仕様に復元され、宝塚ファミリーランドの宝塚乗り物館に保存、展示されていたが、2003年4月7日のファミリーランド閉園に伴い同館が閉館となった、ため、現在は他の収蔵品の多くとともに、小尺工場内の半球ミュージアムに保管されている。 また、1511の車体が、地里ニュータウンカトリック教会に引き取られ、集会所として使用されていたが、1988年4月に幼稚南から解体処分された。このほか、大阪市宮古島区の上田タスク駐造所に P-6A が保存されている。1988年公開のスタジオジブリ作品、ホタルの墓で P-6 が登場する。 この場面は、阪急神戸線が舞台であるが、実際に、神戸線を走行していた900型や920系は登場していない。2003年から2004年にかけて放送された、NHK 連続テレビ小説、テルテル家族において、保存者の116を利用した撮影が、小弱車庫内の留置線に、ロケ用の仮設ホームを設置して行われた。 作品の舞台は1950年代から1970年代の大阪府池田市で阪急宝塚線が登場する部分であるが撮影時点で設定年代の宝塚専用車の保存車は現存していない。ありがとうございます。